はい、どうも、アキタビでございます。どうもお久しぶりです。視聴者の皆様よろしくお願いいたします。豊島都市をね、中心に、Vlog 撮影しておりますアキタビと申します。今日夕方になりましてですね、ちょっと1時間ぐらい時間があるので、ドライブ動画とかですね、あとはまあ業務スーパー行ってみようかなと思ってですね、カメラを撮ってきましたということで、今日も一つよろしくお願いいたします。隣の道のあれには梅かな、これは紅梅が咲いてますね。道端にね、とても綺麗に咲いてます。なんかちらほら道端の桜もねちらほら咲き始めましたね。ニュータの菜の花はほぼ満開でしたけども、そろそろ桜の方も、ごぞごぞと、ウォーミングアップを始めたような感じがしますね。はい、さくらんぼの実のなる葉桜はもうすでに満開というような感じでしょうかね。こうなってくると花見が行きたくなってくるような感じがしますけどもね。どうでしょうね、花見の時期としたら来週3月の15、6といったとこ、本当に中旬ぐらいでしょうかね。あっちの方、体育館には見えますか、赤白の紅白の垂れ幕がすごくかかってて、ひょっとしたら、卒業式とか入学式とか、そういうシーズンを迎えるのが感じがしますね。はい、いや、やっぱこの時期はいいですね。やっぱりね、新しいことを始めるみたいなね、そんないい季節になったんじゃないかなと思いますけどもね。まあ桜とか花が咲くようにですね、まあ新しく始めることがですね、うまくいくようにね、花開くようにね、願っていますというようなことでございますね。いや、午前中ねドローンを飛ばしたわけなんですけどもね、なんだっけ、ドローン飛ばしたんやけどね、やっぱこう画質がねあんま良くなくって、なんかやっぱりカメラのね調子がやっぱおかしいなというふうに思いますね。前はもうちょっと綺麗に撮れてたんで、なんか今撮るとね、なんか色が全然乗らなかったり、例えば鮮やかな青とか鮮やかな緑みたいなのがなくって、もうセピア色みたいな感じの色味になってしまうみたいな、そんなことなんで、なんかカメラの調子おかしいなという感じで、そういう風に見てるとですね、なんかホームページとか見よったらね、DJI の公式ホームページとか見よったら、やっぱドローンってね、欲しくなるんすよね。結構最近お安くなってて、マビックミニだったかな、が5万とか出せば、プライムはコンボってね、バッテリーがセットになったモデルとかも変えたりするんで、ちょっとずつお金貯めていって買ってもいいのかなという感じもしてきましたけどもね、ちょっとドローン欲しくなった病ですね。ちょっと楽しみですけどね、 FPV ドローンも欲しいし、どっちにしようかなみたいな感じでちょっと気持ちは傾いてますね。はい、そんなわけで到着、アルネア兼業務スーパー、見えるかな、逆境で見えないかもしれない、業務用スーパー到着しました。それではちょっと買い物行ってきます。はい、買ってきました。まず最初に紹介したい商品は、まあ定番ですね、これです。ババーン、うまい棒、うまい棒の、照り焼きバーガー味も、これね、やっぱうまい棒、やっぱ値段とのコストパフォーマンスがめちゃめちゃいい商品ですね。これあるとですね、子供たちも黙るという感じですかね。はい、家には必ずこれがセットで置いてあるということで、300円ですからね、これで300円で買える幸せでございます。これ行くと絶対に買います。はい、うまい棒、なんか他にもねお店で売ってるのかもしれないですけど、まあついでにということで、一番最初紹介したい商品、うまい棒でございます。結構最近いろんな商品があってね、チーズ味もあるし、それからまあコーンポタージュ味ね、いいですよね。それからたこ焼き味ね、たこ焼き味結構おすすめで、何がおすすめっていうとね、たこ焼き味だけ周りが粉ついてないんですよね。ちょっと甘い感じのいう感じで、こうパリッとした食感が味わえるので、粉が全然落ちないので食べやすいのかなという感じで、たこ焼き味もおすすめでございます。はい、最初の商品こちら、うまい棒でございます。続いてね、これまた定番商品なんですけど売り切れちゃって残念、
これですね、チーズケーキでございます。はい、本当はこんな感じの容器に入っている黄色のねケーキ、チーズケーキがあるんで350円ぐらいだったかな。はい、あれ売り切れちゃって、もう人気商品すぎて売り切れちゃって、その隣にあった今回初めて食べるもんなんですけども、ハニーレモンフロマージュだん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 いうことで、これがどうなるのかやね。これ多分300円ぐらいでした。こんな感じで見えますか、こうあのシフォンケーキの層が入ってあるタイプの、チーズケーキという感じでしょうか。最近多いですよね、この中にねシフォンケーキの層が入っちゃうみたいなね感じで、はい、コストパフォーマンスも高そうです。ハニーレモンフロマージュどうなんでしょうか。初めて食べる味なんですけども、まあ、今日帰ってデザートにしようかなと思いました。最後もこれ超おすすめ、こないだ買って食べてびっくりして、止まった、時間が止まった、めちゃくちゃうまかったです。これです、ババン、ご存知でしょうか、とろけるキャラメルプリン7、8人分ということで、この牛乳パックに入ったシリーズ結構並んでるんですけども、これめちゃくちゃおすすめです。これとろけるキャラメルプリン、ほんまにとろけます。はい、どう言ったらいいかな、あのプリンがあるじゃないですか、プッチンプリン、あのプッチンプリンの、あのカラメル部分だけを食べてる感じ、あれがぶっしり詰まってるっていうイメージですね。めちゃくちゃうまいです、これはおすすめです。時間が止まります、スローモーションになります、ダバダーみたいな、ちょっと古いですけども、あんな感じのぐるーっとカメラが自分の周りを回るみたいな革命が起こります。これぜひ買ってください。これとろけるキャラメルプリン、これ人気なんですぐなくなっちゃうんですけども、これめちゃくちゃうまいです。ダバダー体験、一瞬時が止まってカメラが自分の周りを回るみたいな、これやばいです、ほっぺた落ちます。ぜひ食べてみてください。はい、まあ、最後おまけとしてちょっと挑戦してみたいなというのが、この牛乳パックシリーズちょっと侮れないなということで、今日はチョコババロアもちょっと買ってみました。ちょっと今日はねデザートいっぱいになりますけども、ちょっとずつ食べていこうかなというふうに思います。そんな感じでございました。今日はね短い動画でしたけども、まあ、こんなんもいいかなと思ってですね、はい、買ってみました。ぜひとも皆さん、これ超おすすめなんで、業務用スーパー平田のねアルネア、併設する業務用スーパー、足を運んでみて買ってみていかがでしょうか。そんなわけでございました。またの機会にお会いいたします。さよなら。